あとこれも結構これも意外と楽しいです。これはなんだなんたらかんターゲットの特徴をこう先に言われるんですけど、その人を探し出してその人を撃つっていう感じです。兜かぶってて、ザ・バニースーツ・ルーズソックス。兜、待ってね。兜、バニースーツ、ルーズソックス。ちょっと待って。兜ね。兜履いてて、あ、カハガブドは履かないね。兜かぶってて、バニースーツ？ちょっと待って。いる？そんなの。ちょっと、あ、ごめん、ゴルゴ。ちょっとね、あれ？兜の時点でなんか、あんまいないけど。ごめん。ちょっと待って、もう一回やります。これ結構好きなんですよ。うん。メキシカンボウ、タル、左手にマグロ。はぁ、メキシカンボウ、タル、メキシカンボウ、タル、左手マグロ。メキシカンボウって何？あ、あれかな？あ、ちょっと待って、これじゃない？左手かどうかはわかんないけど。あ、やった！これは見つけ出した時間、が早いほどそのもらえる金額が高くなるっていう感じです。もう一回やろ。バニー、ルーズ、左手に立て。バニー、ルーズ、左手に立て。バニー、ルーズ、バニー、ルーズ、左手立って、バニールーズ。ちょっと座った子？これ立って持ってる？持ってないよね。あ、ちょっと。やばいやばい。ちょっと、違うね。いないね。いなくはないけど。ちょっと、難しいな。カブと足がサラリーマン、左手刀、カブと、こいつか？あ、近かった。ごめんごめん。雑なゲームだなぁ。もう一回やろ。あ、間違えた。ちょっと待って。バニースーツ。バニー足が鳥、右手にマグロ。バニー足が鳥。バニー。これじゃないな。はい。あ、ちょっと待って、これか？こいつだね。やった。やめよ。一回せ、あ、間違えた。セレブのガチャガチャやってみよう。セレブ一回やってみよう。プラズマテレビ結構いいのと出たじゃん。
ちょっとね、じゃあこれ、1000円。あー、これもいっぱい持ってるわ。はあはあ、ちょっと待って。あ、いいや。あ、間違えた。あ、これは結構楽しいし、意外と稼げたりします。これは、花粉を操作して、めしべに、こう着陸させるっていうゲームで、結構面白いですけど、結構難しいです。ちょっとあの、100のめしべを狙ってみます。あっと、もう一回やります。これめしべの真ん中にそーっとあの着地させるとあの倍になるんですよ。そのポイントが真ん中にゆっくりできるかな。あ、できなかった。ちょっと、あ、100、これ成功させたら200円もらえるぞ。もう一回やろう。これ意外とさっきも言ったか、結構稼げる。ちょっと待って、結構夢中になるし。あー、ちょっと待って、ごめん。あのね、ちょっとなんでこんな変なとこからスタートさせんだよ。あ、びっくりした。あー、びっくりした。ごめん、あずちゃん。ちょっと待ってね。超びっくりした、今。ちょっとあの、400のとこ目指してみよう。でも、エネルギーの上限があるから。怖い。ここじゃないか。もうちょっと先だ。あ！ちょっと一回難しいところ取ってみたいよな。あー、なんかみんな簡単なとこだな。ちょっと一回ここに。あそこ250のとこ行ってみよう。あー怖い。これ倍にできたら500円ももらえるよ。やったー、すごいすごい。ちょっと終わりにしよう。そう、結構稼げるんですよね。あれ、これも結構楽しいです。人を集めて真ん中の集会所に集めるゲームなんですけど、あ、ちょっと待って、警察多いですね。あー、これ警察少ないバージョンがあるんで、ちょっと警察少ないバージョンでやってみたいな。こっちの方がやりやすそうだな。で、これ近づくといっぱい人が出てくるんで、これ集めて、わ、あの警察に見つかんないように集めて真ん中まで持ってきます。ちょっとね、まだ全然コツが分かんないんですけど、これThank you.
で、これな、あー見つかっちゃいそう。ちょっと待って、怖い怖い。あー、ここいっぱい集まる。ちょっとね、待って、警察いるよ。ちょっとみんなこっち、ちょっと待って、こっち来て。あー危ない危ない、こっちで待って、ちょ、早く、見つかっちゃう。ちょっと待って、だってそろそろ、あーやーだ、怖い、ちょっと待って、早く、あーやばい、ちょっと待って、あーちょっと待ってだよ、ちょっと、あらららら、みんな入って、ちょっとね、はい、これ7分で結構長いな。多分早送りとかするかも。でもお金もらえるなら結構たまにやっちゃうんですけど。確か人数分ぐらい、例えば300人集めたら300円みたいな、そんな感じだったような気がします。やばい、見つかる、ちょっと待って。どこだ、集会所、あった。怖いぞ、やばい、ちょっと逃げよう。これまた戻るのも怖いんだよな。そろそろ戻ってみよう。
やばいよ。危ね、大丈夫だ。20票くらいしかないぞ。あ、こっちにいっぱいいる。これで終わりかな。何集まった？600いかなかったか。あ、でも700円ぐらいもらえんだ。オッケーオッケー。